動物パズルはパズルで遊びながら動物の鳴き声もいっぱい聞けちゃう親子で楽しめるパズルゲームなのであります。絵合わせパズルのステージでは動物をドラッグして枠に合わせましょう。するとその動物の鳴き声が聞けるようになります。ピースを並べるパズルでは線に合わせてピースを置いていきます。頑張って動物のイラストを完成させましょう。動物パズルは可愛いイラストと愉快な音でお子さんが喜ぶこと間違いなし。空き時間を楽しく過ごせるゲームアプリなので